したらティーナさんもオーラスなんですけど、アスサクに一言お願いします。2人に、はい、なんか2人が韓国でこういろいろやってる、サッカーもそうだし生活も楽しんでるのがなんか見てて嬉しいし楽しいから、まあ、これからもどんどんいろんなこう発信もしててほしいし、本当に楽しんでほしいなって、サッカーもそうだけどサッカー以外のところも楽しんで、あと持って帰ってきてもらってみんなに共有してもらえたらいいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。共有はほどほどにしますね共有でお願いしますはい、ほんまありがとうございます。そしたら金賀さん、ほんまにほんまにラストなんですけど、はい、A チャンネルをご覧の視聴者の皆さんにも一言もらっていいですか。 A チャンネルをご覧の皆さん、こんなチャンネルはありませんこんな選手の素顔が出てくるチャンネルはありません。なんで、この2人がこう出す、良さ、こう選手を引き出すとか、良さが本当にこうこのチャンネルに詰まってると思うんで、まあ、もっともっと仲間が増えるといいなと思ってるんで、これからも楽しんでみんなでやっていけたらいいんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃありがとうございます金賀さん、ぜひレジーナとかの告知もどうぞレジーナの告知もしていいの？もちろん、サフレッチェレジーナ2年目に突入します。まあ、昨年はリーグ中位で、まあ、最後ちょっとこう右肩上がりに上がってきたんで、その勢いを2年目も引き継いでタイトルにこう絡んでいけるようにやっていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。そろそろカップ戦も始まりますよね。カップ戦が9月に始まるんで見に来てください。もう応援しに来てください。面白い選手いると思います。お願いします。めちゃくちゃ応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。桜本に関しては WE リーグの試合全試合見てるんで、はい、やば、すごっ、暇なんですよ、韓国すごい、全試合見させてもらってます。 WE リーグマスターなんで、ただ単にルルちゃん、はい、若い選手とかチームの活動とかが出て面白いですよ、うん、肩から見ると。いや、試合見てるってことなんで、全試合見てます。すごい、眠たくなんない。サンフレッチェのあれを見ました、好みの酒場の YouTube 、ね、あれどうでした。ちょっと離れた人から見たら、好みのなんか知ってるんで、なんかあの酒がすごい良かったです。あ、いいよね。だからちょっとあれちょっとシリーズ化してほしいんだよね。欲しい。好みの回しで、はい、面白い選手がいるんです。見てないんですぐ見ますいや別に見なくてもいいけどそいつが面白いね。すぐチェックします。関西人です。でもアスナみたいな感じ。マジ？うん。ライバルやった。アスもできると思う。うん。できますか？うん。だから帰ってきたらちょっとかぶせてやってもいいよ、みんな。じゃあアス回しでね。やっと広島行きます。うちとかぶせてくんの別にいいけど。でも2人いたらガチガチしてるかもしれない。ああいうなんか選手の素顔とか選手間の絡みが見れるのめっちゃ良かったです。あ、ぜひやってほしいです、今後も。じゃあちょっとやっておきます。あー、めっちゃいいっす。はい、チーズ、完璧、ありがとうございますめっちゃアスって本当天才だと思う。え、マジっすか。なんで、うん、すごい。マジっすか。うん、でもこれで喜んでるのもやばくないっすかいや、うちそのコロナになってアスってすごいなって思った。いろいろ一人でさ、インスタライブとかもやってたでしょ、確か。一人でやったっけ。一人でっていうか、違う誰かと絡んでさやったりとかしてたじゃん。はい、いや、あれ見てたら、いや、すごい才能だなって思った。今までは知らなかった。マジっすか。コロナになってアスのすごさを感じた。めっちゃ嬉しい、ありがとうございますいや、あんなに喋り続けられる人いないよ。マジっすか。やっぱ自分のないもんだから本当にすごいよ、才能。それうち編集してて朝で笑ったりしますからねいや、でも能力だよ、それを思う。え、じゃあ皆さん、はい、引退したら何したらいいと思いますか。何したいの。でもこれといってめちゃめちゃ自分がしたいってことはないです。そうなの。
はい、でもこんだけ韓国にいるんだったらちょっとなんか韓国も、それはでも結構考えてます、うん、韓国に、うん、関連するようなことはね、それは絶対強みだよね、きっと。こんだけ住んでた、はい、何年目だって今5年目です。5年目、はい、すごい。で韓国はさ、なんかその何年住んだらさ永住権みたいなのがないの？5年以上です。え、じゃあもうもらえるの？いや、でも永住権っていうか、そのなんていうんですか、国籍を変えないとダメなんですよ。はあ。だから日本国籍を放棄して韓国国籍に変えるなら5年以上なんですよ。へえ、あ、そうなんだ。じゃなきゃ、じゃあもらえないんだ。もらえないです。家庭だけ。はい。あ、オッケー、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。体に気をつけて頑張ってください。あ、シャル頑張ってね。頑張ります。あのカップ戦の日程マジ中1日とかなんでハードなんですけど。やば。食べるじゃん。やば、頑張って。頑張ります。うん、ね、ありがとうございました。はい、頑張ります。応援してるよ。ありがとうございました。またまた、ありがとうございました。ほんまありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。会員限定動画が盛りだくさんのワンディー、ぜひご登録よろしく。